皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。青葉ちゃんの528ステージ攻略いってみましょう。おっと、こういうタイプですか。なんか初めてな感じで流れていくってことですよね、こんな感じで。わあ、これ消しづらいですね、かなり。特殊ジュエルが作れたらいいんですけど、これで消して、お、消えた。お、特殊ジュエル、お、これもできた。あー、青が来てほしかった。どうしますかね、これ下げますか。さあ、これは1個いけますね。わー、これかなり運がないといけない感じですか。なんかそれはそれで面白いですけど、はい、こう消して、これで縦消しますか。はい、よし。どうしましょう。あそこに爆弾できてるけど、消し方が難しい。どうすればいいのこれ。お、また爆弾ができてる。爆弾がただいま流れてきております、ご注意くださいと。お、オレンジいけた。よし。おー、これ消せないでしょ。爆弾向こう行っちゃった。お、ちょっと流れないで、ちょっと流れで。よーし。お、これで爆弾できた。なんでこんな爆弾できるの。あー、爆発しちゃった。ダメですね、勝手に爆発してもらったら困りますよと。こうなると難しい。これ一段下げて、キャー、よし、これで行きましたよ。ほら、なんであそこ落ちないの。よーし、なんでここの空間落ちないの。あ、流れた。流れ方よくわかんない。爆発してお願い。なかなかですね、爆発してなんて言わないですけど、普段。おお、ちょっとコイン使いましょうか。こういうところはコイン使っておいた方がいいですよね。多分何回もやりなしても多分同じところで終わっちゃいそう。黄色、まあこの辺ですかね。おお、いい感じ。しょうがない。はい、お、来ました来ました。そこにあるんですね。よし、行けました。いやー、これはなんかあれですかね、左上で特殊ジュエルできて消していけば、まあ今のダイヤモンド取れるから、そうやって早めにクリアできるってことですかね。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。